それでは今回は学校でやらない火山の実験をやってくれるということでよろしくお願いします、はい、お願いします、はいはい、結構ね教科書にですね、まあ、粘り気のある液体と粘り気のない液体をいろいろ比較してねこう火山のでき方を調べるという実験ありますけど、はい、今回ね、まあ、学校ではなかなかやらないこの元気ラボならではの実験やっていきましょうか。ぜひお願いします、はい。こちらにあるのはですね、過酸化水素水と呼ばれるものです、はいはい、そこにね洗剤とあとは絵の具混ぜてあります、はいはい、でここにこちらですね溶化カリウムというものを入れるとですね、はい、まあ、過酸化水素水は H2O2 なんですけど、はい、それが分解されて H2O と O2 つまり水と酸素になるんですね、はいはい、で洗剤が入っているので酸素の泡が取り込まれて泡ができると、巨大な泡が一瞬でできる、はい、象の歯磨き粉実験というんですけどね、はいはい、それをちょっと一緒にやっていこうかなと思います、はいはい、でこちらはねよくやる、まあ、普通の象の歯磨き粉実験、はい、でこっちがですね粘り気をつけました、まあ、PVA洗濯のりを入れて、あ、こっちは洗濯のりが入ってる、はい、ねっとりした状態です、はい、なのでまあこれね今赤くしてますけどマグマのイメージですね。なるほど、はい、粘り気が強いものと弱いものでどうなるかっていう、うん、はい、そうですね、はい、はい、ちょっとね結構危ないので、はい、安全ゴーグルしましょう。これは今日初めてこれが出てきましたね。そうですね、本当に学校でできない、そうですね、はい、このマグマは目に一滴でも入ると失明しますので気をつけていきましょう。いきましょうか、はい、じゃあ一緒に入れていきましょうか。そうですね、で3、2、1でサッと入れたら逃げないと自分もマグマに巻き込まれますので、はい、パッパッですね、はい、了解です、はい、じゃあもう一回言うと粘り気が、弱いものと強いもの、はい、分かりました。どんな変化が出るんでしょうか、はい、いきましょうか、はい、ではいきます、はい、3、2、1、0。早い。はい、こちらが粘り気の弱いマグマ、そして粘り気のあるマグマの火山です。粘りが強いからこそゆっくりってことですね、きっと。そうですね、ゆっくり上の方にどん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 溜まっていくって感じですね、はい、これ結構なんかすごい匂いがします。あ、匂いはあの洗剤の匂いですかね。温まった洗剤の匂いですね、はい、ということでね、はい、粘り気のない方が巨大な火山ができるということでした。待てばっていうことはない。